そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決めないと。どんな子がいいかしら。これがこの星の最後の流れになりますね。これが、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。花火が上がりますよ。なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まったく、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですか、いきなり。例の東京用肉、お前にしまったぞーい。あんたも戻ってこーい。
ちゃんなら君の合格を聞いてすぐにどっか行ったせっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んで。よ、こんにちは。いらっしゃい。さてと、それじゃあ今から基本的な体の動かし方を覚えてもらうわね。早速やってみましょう。まずはしばらく動き回ってちょうだい。あ、これくらいは簡単よね。次行こうよ。今度は上下移動、何回か試してみてね。
よくできました。と言っても、まだまだ序の口よね。次はお待ちかね、攻撃の練習よ。まさかにいい相手はいないかしら。ちょうどいいわ。あれを相手に試してみましょう。まずは相手をロックオンよ。さあ、やってみて。オッケー。じゃあそのまま攻撃に移るわよ。コマンドを組み合わせるとコンボ攻撃が出せるのよ。試しにやってみましょう。Thank you.
いらっしゃい。よケール。あ？こいつに向かって話せばいいんだな。はい、お願いします。今回は予告通り応用編をやるわよ。準備はいい？まずは素早いアクションの練習。前回よりすばしっこい相手を連れてきたわ。うまく捕まえられるかしら？頑張って！
次の課題は最後の仕上げ。期待してるわね。あ、復習も忘れちゃダメよ。いらっしゃい。あ、タイムパトローラーどもよ。聞こえ。さあ、ついに最後の課題よ。気合い入れていきましょう。え、今回の相手は誰なのかって戦ってみてのお楽しみ。まず最初は出てきてちょうだい。先輩隊員、練習相手をお願いしておいたの。胸を借りるつもりで頑張って。今までの課題で学んだことをしっかりこなせば大丈夫。それじゃあ始め。この私、じきじきにあなたの実力確かめてあげる。やるわね。いい感じよ。その調子。この短期間でものすごく成長したわね。今度こそ私からの課題はこれでおしまい。これからの活躍楽しみにしてるわよ。
どうした？悪が何に増えようが結果は一緒だ。力を貸してくれよ。それでいいんかの。おい、柱の声が聞こえとるか。私たち、時の人はこういう風にあなたにアドバイスを送るからね。せっかくの初登場シーンはえらくしまらんかったが、お話は一旦の後回しだと。ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外は。あのままだったら孫悟空もピッコロも、こういう風に歴史に異常が発生したときは、今回はうまくいったが、この先の歴史にはもっともっと修行して、ま、この宇宙で一番偉いか。わしの言うことは素直。はいはい、話あのなあ、時の海王、千歳ちょっとしか離れとらん。何言ってるのよ。誰がどこか、こんなにプリティーな私と一緒にするなんて。
くー、何がプリチーじゃ。まったくくつっと。わしらの話はこれくらいにして。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わ、私が案内してあげるわ。こっちよ。あ、こら、また勝手に話。俺の実力を見せてもらうぞ。全力で来るんだ。せっかくだからさっき教えた技も使ってみるといいぞ。すごいやつなのかもな。
って次にそれを倒してみるんだ。何倒すと言っても手合わせだから安心してかかってくるんだ。もう少し本気を出してもよさそうだ。今回はここで終わりにしよう。お前、俺の修行時代なんかよりよっぽどすごいな。このままどこまで強くなっていくのか楽しみになるぜ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。よっ、よっ、よし、始めるか。今回はヤムチャさんも一緒だ。俺とヤムチャさんは逃げ続けるから、教えた技を使って俺たちを倒すんだ。話は聞いてるぜ。だが、簡単に俺が捕まると思うなよ。なかなかやるじゃないか。俺のスピードに追いつくなんて。こいつを舐めちゃいけませんよ。あの、俺の生徒なんですよね。No!
れ様だったな。これで授業は終わりだ。俺たちを相手にここまでやるなんて、うまく教えたな、クリリン。でしょ。こいつ本当に大したやつなんですよ。よくやったな、お前。ヤムチャさんもベタ褒めだぞ。すげえや。まったく、お前にはかなわないな。どうした？ようこそ。ようこそ。一応やってみっか。覚悟はいいか。よしよし、わしがタイムパトロール隊員としての心構えをみっちり教えてやるぞい。では基本から始めるぞい。まずはスカウターを使ってみるんじゃ。アイテムがたくさん落ちておるのが見えるはずじゃ。そいつを拾ってみ。うむうむ、全部集めたようじゃの。じゃ
次の場所へ移動するとしよう。このゲートを使えば違うエリアに移動できるぞい。ゲートをくぐってみるんじゃ。ゲートにロックオンして近い。移動できたようじゃの。感心感心。ならばまたスカウターを見てみ。ここには仲間がおるはずじゃ。なんてこった、倒れとるぞ。うむ、そんな時はお前さんが助けてやれ。あと、自分が倒れてしまった時はアシストを使って味方を応援してやると良いぞ。まだこっちに向かってきてるぞ。全部倒したか。いや、まだ気配がするな。スカウターを使えば隠れている敵も探せるぞい。使ってみるんじゃ。ああ。
ここにおる敵はすべて倒したようじゃの。また何者かがこっちに向かってるぞ。この木は。そういや、天津飯さん、団地さんはお元気ですか？彼女のことを俺に聞かれても困る。どうしたクリリン、ちょっとなまってるんじゃないか？そんなことないっすよ。なんなら試してみますか？お前と戦うのも久しぶりだな。行くぞ。ちょうどいい。お前さんも早くの修行に慣れてもらい。手加減は無用だ。行くぞ。あ、すまん。今度は負けねえぞ。あいつが相手か。いいだろ。ヤムチャ様はあんまり負けるんじゃないぜ。一人前の戦士気取り。笑わせるぜ。おっ、ヤムチャ。たまには本気で戦ってみっか。なあ、俺だってみっちり修行したんだぜ。でも本気ってのはちょっと勘弁してほしいかな。よしよし、まずまず上出来じゃ。とっとと帰ってこい。パワーだ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ？